ピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、僕に関するクイズをしてみようっていう需要のかけらもない企画コース。全然意味わかんないですねまあコース名はいいとして、このコース、サムネを見てください。パックンの下にコインが1枚あるでしょう。でもね、あのゴールバーの下ってコイン取れないと思うんですよ。でもですね、ゴール条件、コインを1枚取ってからゴールだと思うんですよね。ほら見て、コインを1枚取ってゴールでしょ。あのコインをどうやって取るんだろうね。一旦普通に行ってみていい？多分取れないと思う。うわ、ほら、絶対取れないよねどうすればいいのよ。うわ、これはわかんない。多分ね、右にも行けないと思うんですよね。ちょっと勢いつけて右行ってみていい？うわ、絶対無理だこれ。もしかしたらさ、パックンのところにタス乗りする感じでいけるかな。それで多分取れると思うんだよね。だから、あー、わかった、ほら、多分これでいけるね。で、なおかつ取った後にあの狭い隙間に入れっていう感じでしょ。来ました、こっからの狭い隙間に入るのなかなか苦労するな。しゃがみジャンプで行ってみようか。しゃがみジャンプで行きます。ちょっと見ててね。ダメだ相当難しい。でもここまでは分かったね。こっから、え、待って、落ちる。よし、こっから勢いつけていきます。ゴーよし、それじゃあこっからだね。こっから走ってゴー、やったこれはなかなか難しいような、簡単なような、難しいですね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ブルーモーメンタムかっこトロールエディション合ってんかなまあ意味は分かんないですけどね。それよりも皆さん、今日は10月25日何の日か知ってますか？別に何もありません今日はただの普通の日ですね。それじゃあ早速やっていきましょう。うわ、オートスクロールじゃんか。いや、止まってくれたね。一旦右行ってみようか。ドス襲ってくる。ドス襲ってこないね。じゃあこの四角の中開けます。怖い何の意味もね。じゃあここでおー、普通にね、おー、してすぐ右、そういう感じでしょ。閉じ込められちゃった。じゃあここはオンオフをしてすぐ左に行けばよかったんだね。そういう感じでしょ。そしてあの上のドアに入る。これで合ってます。待って、バブルが来る。危ねじゃあここでハテナブロックを叩こうか。多分これでいいでしょ。それはずるいよそれじゃあここは上から行けばよかったっていう感じだろうね。じゃあこっから右に渡ってこのオンをします。オッケーオッケー、うるさい全然オッケーじゃねえやろ。じゃあここでオンして、もうオッケーじゃねえやんかやっぱりじゃあここはオンオフをしてすぐ右、多分これでオッケー。なに、ここもオッケーじゃねえやんかあの土管に入れっていう感じか。それじゃあ次こそオッケー出るよ。オッケーの連打タイムが来ますよ。連打じゃねえけど来ました。オッケー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 。じゃあここで叩けばいい。きっと鉄球以外ありえないんで。で、何もしない。そしたら鉄球が戻ってきて壊れる感じ。なんで今の金魚にやられるところでしょじゃあ一旦戻ってみようか。一旦戻ったらおねー。それじゃあここは連打で叩けっていう感じだろうね。一旦ジャンプしてもう一回すぐジャンプするね。こうして、こう、そうそう、こうやって戻ってくるからまたブロックを壊してくれる感じだね。さて、ここでアイテムが出ると思います。なんでこのハテナを叩いてここに置っておく。そしたら大丈夫魚じゃあここはキノコをすぐ取ろうか。キノコを取ってすぐ右に行って金魚を回避する感じでしょ。あ、金魚来ないんだ。じゃあここはなんかあるんだよな、あの針の裏に何が隠されてんの。もうなあなあガリガリの裏に何か隠されてるとは思ったけど、まさかちくわブロックとか思わないじゃん。ビビってジャンプしてしまったよ。じゃあここは何もしないでよかったね。そしてここ下行っていいと思わない？僕そんな気がするんだよね。下に降ります、頼むダメじゃねえか。でも今やられたので分かったよ。一回ジャンプしたらね、オンオフが変わるんだよね。なんでここでジャンプして一旦左に戻る。そしてもう一回右に行く感じだね。さて、ここはどういう感じだろう。もう右に行くしかないよね。なんで右行きます、こういう感じ。あってた
合ってましたよ。今日冴えてるかもしんない。バブルが出てくるんでしょきっと。そういう感じでしょ。なるほど、そういう感じですか。ナイス、反射神経、ファイヤーボールが取れました。そしてここでチビになってチビになって、もうあの黒いやつめっちゃビビるんだよな。でここでチビになってこのドアに入ればいいっていう感じで、さて次は左は絶対罠だと思うでしょ。きっと罠だよ。ちょっとギリギリまで行ってみていい？何もない、絶対何もない。なんですぐ上に行って中華ポイントゲット。やった取れました、中華ポイント。え、ここビッグコインコースなの？うわ、今初めて知ったな。どうしよう、右に行くしかないよな。ここに行きます、この扉入ります。下も怪しいんだけどな。さてここは何もしないんだ。ちょ、いやー、うわ、避けたうますぎ。でここのまんますぐ上に行こう。待って、もうじゃあここは一旦ジャンプしてもう一回ジャンプしろってことかな。すぐジャンプするね。うわー、危ねー一回当たらなきゃいけないみたいな。そして右下に行って、このバネは何だろう。あ、いけんくない。あ、いける。お、危なここでボムヘア壊します。そしてこれはジャンプして取るね。こういう感じでしょ。そう、履けばいいんでしょうか。一旦履かないで上に行ってみよう。こう、何もかも壊すなそれじゃあここキノコを取るなって書いてたんだよね。でもこれ取ってしまうでしょ。なんで一旦ここでチビになって上に行けば爆発しない、そういう感じじゃないの。ほら来たで、でここで右に蹴っていい感じですか。大丈夫、下から蹴ろうか、危ないもんね。ほっ、なんでかぶんのよ。ちょ、まだ大丈夫、これ取れるかな。蹴ってくれ、よし来た。でこのままジャンプしてこれは悔しい。それじゃあこれは左に蹴ってみていこう。そしてここで投げてジャンプジャンプ。あー、待って待って、もう一回かぶらしてこれもう一回かぶらないといけないパターンでしょ絶対に。そしてここでどうするんだろう。オフが変わってすぐ左に逃げる。なんでいや、ここすぐ左に行けば間に合ってたんじゃないのね。すぐ左を失敗します。それでいける感じだね。さあここでビッグコインは、うわ、まだ取らせてくれないのか。ここはオンオフして右に行けば大丈夫。いや、左上行こうか、このまま左上。そうでしょ、何やられるの。いや、まだこれワンチャンあるんじゃない。ここで頼む。なんだんだお前はじゃあここはオンオフして何もしないでいいね。この土管に入らなければいいだけの話だったね。そしてここでもオンオフが必要なのか。オンオフします。そして下に行く、大丈夫。うわ、これ下に行くんじゃないのかな、間に合う。うわ、どっち行こう。でも絶対こっちだと思うんだよな。なんでここでカロンのコーラを持つ、そして吐く、そしてヒップドロップで行く感じでしょ。こう、やった来た。そして何、そうでしょじゃあここはカロンの甲羅を履いて当たってすぐ扉に入る。多分これで合ってるね。わざわざ崩れなくてよかったんだ。中間ポイント、やったぜ。これは何、これ取っていいんですかね。このデブ、デブ取っていいですか。じゃあ下の方のこの扉入りますね。こっちで合ってんのかな。あ、ここでビッグコインがもらえる感じか。じゃあ一旦当たってビッグコインをゲットしましょう。そしてまた中間ポイントに戻してくれるのかな。頼む、戻してくれ。この状態で取っておきたい。来ましたね、中間ポイント。それじゃあ2枚目のビッグコインは右下の土管から蹴っ、なんでだよ。え、これ右下じゃないの、こっちじゃないの , 笑う。これっていうことはさ、2枚目もここにあるっていうことかな。なんかさっき風船になったじゃん、その先がまた別ルートになってるっていうことかな。ちょっとさっきの風船のところまで行ってみるで。それじゃあこっから扉に入って2枚目のなんかルートがあるんじゃないのかな。うわ、なんもない感じだね。こっからなんか変わってる感じがしない。ちょっとピーヨンなくなるまで待ってみよう。はい、それじゃあピーヨンがなくなったんですけど、こっからこの扉に入ればなんか変わってる。さっきと違うパターンでしょ。ほら見て、ちょっと、もう無理やんか、そんなの。どうすりゃいいのよ。早く行けっていう感じかな。ちょっとそれで行ってみようか。オートスクロールだからね、早く上に行く感じ。おい、あら、どけあ、ここで待っておけばいい感じそんだけ
今までずっとね、行けないところ行こうとしてました。僕こっちは合ってるんでしょうか。合ってるっぽいね。あれに囲まれたい。次やられたらあの花ちゃんに囲まれてみていい。じゃあここでオンオフをして右に行く、そういう感じでしょ。熱い。一回もやられなかったらあの花ちゃんにね、あの囲まれなくていいね。でここでオンオフしてすぐ左、ナイス。今日さえてんじゃないの。これも終わった感じでしょ。あのキノコ取らない、いけん感じでしょ。ほら。さあ来ました、花ちゃんタイム。ちょっとこの罠に引っかかってみたい感ない？ちょっとマリオがこの花ちゃんに囲まれた姿を見たいよね。これ笑う、これアップしていい、これは面白い、これサムネ映えするんじゃないの。こんな罠笑うみたいなサムネにして、まあ、しないけど。それじゃあここはオンオフをして待っておこう。それじゃあここはオンオフをして、ここら辺でキノコを待っておけば大丈夫、そういう感じだね。そしてこのトゲベッド、トゲゾーか、このトゲゾーの上に行けるっていう感じだね。来ました。さてここはどうしようか。もう右上に行くしかないもんな。でもこのオープンブロックに乗ったらまずいと思う。なんでこっから走ってこう、あっ。こっから右上でジャンプすればいいっていう感じじゃないから、こういう風に、うわーロープブロックもすげえ気になるよね。あとで叩こうかな。じゃあここで叩く。いやこのハテナブロックは意味ないか。じゃあここはマジか、あのオープンブロックでアイテム出さないけん感じですかね。それじゃあここ音符叩くよ。叩いてきっとアイテムが出ると思うんだよね。お前かよ。じゃあここは右押しっぱしてればいける、そういう感じだね。そしてアイテムが出てきたね。このアイテムを取って右下に行けると、そういう感じだね。ちょっ、大概にしろ。キノコを取ってすぐ右に行けばいいんじゃないのかな。それか左、オッケー、回避できました。そしたらピッコイ、うわまだないのか。ここでヨッシーの音が今しましたけど、オンオフをして何もしないでおこう。なんか来る、絶対なんか来る。そしてファイヤーまでゲット、うまい。来た、これはうまかったんじゃない今。そしてここで回転ジャンプで、待って落ちるんじゃないのこれ。やっぱり右押しっぱしておいてみる、ちょっと右押しっぱしておいてみるね。なるほど、うん、ねっ、ね。じゃあここは左から2つ目だね。左から2つ目のあの線のとこで止まっておく。ここ多分これで合ってる。そしてファイヤーをゲットして、どうしよう、ここは行っていいよね。うん、行っていいと思うんだよね。そしてこのまま右に行く感じじゃないから、でかぶると見せかけるでしょ。これは上に行く、ちょっと待ってね、上に投げる。うそ、鼻。じゃあここはね、メットを持った瞬間左向いたらあの花ちゃんにやられないと思うんですよね。こう。なんで来ないの、もうすぐ上に投げろってか。わかりました、すぐ上に投げます、こういう感じでしょ。来た来た来た。そしてあぶねー。あいつにやられるところやったね。これさ、左で走っていったらダメだと思うんだよな。なんでこういう風に行こう。多分こうじゃないと多分やられてたと思うよ。普通に左で走っていけなかったと思う。なんでここで最後のピンクコインよ。うわどういう感じだろう。え、ここはこれオンオフをしたらいけないっていう感じかな。うわここメット持ってきたらいけんかったんやね。じゃあここでメットをかぶって上ではやられないからね、ここで当たる。そしてこのまままた左に行けばいいんじゃないの。またこうやっていくよ。やられるの嫌だからね、さっきと成功パターンでいくよ。走っていったらどうなるかちょっと気になるところではあるけど、絶対罠に引っかかると思うんだよね。でここで上に行けるっていう感じか。ありがとう。次はあここで中間ポイント取れるんだね。そしてどうするんだろう。あ上に行けばいいのか。上に行って針に当たろう。針に当たって、あれ当たれない、あれ当たれんの。意味わからん、これどうすりゃいいの、これ左上行く感じですか。こっちは、なるほど、いや生き延びました。これでいけるでしょ、次に進めるんでしょ。でここでキノコを取って上に上がる、そう。そしてピンコインか、針に当たってピンコイン、これで最後だね。次は
なんで、ちょっと嘘でしょ、最初戻してくれるんじゃないので、ゴールみたいな感じじゃないのかな。まあ、一応取ってはみるけど、このキノコを取ってこのまま右に走っていけばいい感じかな。上上ダメじゃねえかそれじゃあここはキノコを取っても右に走っていく感じだね。それで行ってみようか。当たって右に走る、そしてジャンプ、きたで、ここで、うわどうしよう、ジャンプするしかないもんな。暑いよ、正解だねきっと。そしてでも今なんか中間の音が聞こえたんだよね。最初戻るパターン、やっこれはもうゴール近いよきっと。さて鍵が全部集まりました、鍵じゃないビッグコインが全部集まりました。ゴールはあるんでしょうか。うん、ここは右上に行く感じしかないな。ジャンプしていいのかなこれ。何嘘、え、どこ行った。あ、なるほど、こっから左上に行けるパターンだね。そしてオンオフはしないでいいでしょきっと、しないでいいよね。オッケー、これでさあどんなゴールが、あ、来たよ。これは普通にゴールさせてくれるんじゃないかな。普通に行ってみるね、変わって頼む。熱い、このボム兵が変えてくれるパターンでしょ。やったー、今日は普通ゴールできました。嘘でしょねえ、え、これ左に行けばいい感じ、頼む、救済措置あって、なにこれ、救済措置は右に行ったら、あ、熱い熱い、救済措置多分ね、左上に行ったらゴールできると思うよ。ただこれ難しくないですかね、この高速のオンオフ、この高速オンオフ難しくないですかね。ちょっと死に耐久でもない、いや来た、このここがいいよ、この何時 TH の部分から、この部分が一番いいね。やったあぶね、時間切れだったらもう一回やり直しっていうことだね。もうヘマはしません、すぐにオーして右に行きます、頼む、やったまさかバネが出てくるとか思わんかったね絶対ゴールできると思った、ここ。それじゃあどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。